こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はコメント欄にガッツンガッツンさんからのリクエストをいただきまして、小岩の町にやってきております。なんとこの小岩にはそのガッツンガッツンさんの同級生の親御さんがやられているお店があるとのことで、さあ一体どんなお店なのでしょうか。小岩もね、めったに来ることがないんでいろいろ見たいなって気持ちもあるんですけども、渋い外観、渋い整体院さん、いいね。こういったさ雰囲気のお店、一つ一つめちゃくちゃ気になりますよね。いいね、小岩さん好きだなこの街。そしてもうだいぶ近いはずです。お食事処の看板も見えてまいりました。あ、こちらですね。お食事、コーヒー、定食、レストラン、タクトさん。ちょっとね、下の植物によって店名が見えなくなっちゃってるんですけども、そういう現象もまた素敵ね。スパゲッティ、ピザパイ、焼きそば、定食、トクタさんみたいに見えちゃいますけども、タクトさんです。ちゃんとこう見るとタクトさんでございまして、モーニングもやってるんですね。でモーニングはご覧のようにモーニングエッグとか焼きそばモーニングとか納豆ライスモーニングとか焼きそばモーニング変わってますね。焼きそばプラストーストプラスフルーツプラスドリンク500円となっております。入り口から見ましてぐるっと後ろを向きますと定食メニューもありまして、納豆定食から和風ハンバーグ定食、メンチ定食、ミックスライ定食、ハムエッグ定食、野菜炒め、かつベーコン、白身フライ、サバ塩焼き。待て、メニューめちゃめちゃ多いな。メニューの多さが半端じゃないことに今気づいてびっくりしてますけども、ジュージュー焼きとか気になる、何をジュージューしてるのか分かんないけども、とにかく気になるメニュー名なんかもあります。では早速入ってみましょう。さあというわけで入店しまして、店内可愛らしさとレトロ感混在しためちゃくちゃ素敵な雰囲気、ちょっとこれはじっくり堪能していただきたい。最高ですよね。椅子の色可愛くて漫画アリーの、新聞とかアリーの、そしてさらにはゲームができるテーブル、壁にはこういったメニューありまして、表で見ましたサバの塩焼き定食とかいろいろ書いてあります。で漫画コーナーなんですけれども、金田一少年の事件簿揃ってますね。マガジンとかドラえもん、ヌーベーもある、ヌーベーバキもありますよ。こっちを見ましても、おいしんぼはじめの一歩とか、あら、はじめの一歩めっちゃびっしりありますね。素敵で、鶴木独身寮だ、スピリッツの、これ超面白かったよね。田畑さんが髪切ってきた回の話とか笑い転げたやつ、稲中もありますね。そして今日はこの大量のメニューの中ですごくね選ぶのも大変なんですけれども、こう来てやっぱりジュージュー焼き定食大盛りで注文してみたいと思います。ジュージュー焼きの大盛りでお願いできますか。大盛りご飯とおかず両方できますが、大盛りで両方でお願いします。はい、はい、そしてまさかの普通大盛りっていうとご飯だけが大盛りになってくるパターンかなと思いきや、おかずの方も大盛りがあるそうなのでおかずも大盛りで注文してみました。いっぱいきます、お待たせ。はい、いただきます。はい、おお、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。うわこれはちょっと待って、ジュージュー焼かれてます。もう今鉄板の上でジュージューしながら出てくる定食で、お肉どっさり豚肉ですね、こんもり来ておりまして、ご飯なんじゃこりゃ、ちょっと待って、
ね、こういう感じのご飯です。ヤッホー、ヤッホーじゃないよ、いや、ヤッホーって言いたくなっちゃうくらいの、でも山だよ。すごいな、これめちゃめちゃだ。器が悲鳴上げるほどの盛り方。いただきます。ではまずはお味噌汁からね。お味噌汁はわかめ、お豆腐、ネギのお味噌汁でございます。うん、スタンダードに美味しいお味噌汁でございまして、ただ絵に違和感がすごいよね、これなんだっていう。実は付け合わせとしてお豆腐はね、こっちにもあったりとか、こういったものもあるんですけれども、もう早速ジュジュ焼きの方いっちゃいましょうかね。うわー、美味しそう。これ玉ねぎだれみたいな、玉ねぎソースかかってんのかな。美味しそう。ちょっと一旦こう乗せて、じゃあこういきなり巻き込んじゃうみたいなことしてました、すいません。うん、超うまい、超最高。あのね、醤油ベースのタレが豚肉と絡んでめっちゃ進むんで、後から玉ねぎの甘さが襲ってくるんですけども、それに先立って生姜の風味もぐわっと効いてきますね。個人的な感想で言うと、生姜焼き定食がジュージューしながら出てきたっていう感じでもあるんですけども、そのお肉の下にね、これでもかっていうくらいのお野菜が敷き詰められてる、敷かれてるというか、もう盛られてるんですね。超うまい。これも鉄板とお肉の間で蒸されてる感じもありながら、今はねシャキシャキが残った食感でもあるんです。でかかってるタレが超うまだから、超うまっていう原理。いや、うまい。でね、お肉に関してはそんなに脂身が多いわけでもなく、さっぱりしながらも柔らかくてタレ染み込んでて、噛むたびにじゅわじゅわお肉とタレが混ざったうまいの吹き出してくるの。味のスプリンクラー、タクトさんだけにインパクト抜群の拍子抜けさせないメニュー。うん、お豆腐もしっかりね、このかつお節とかかかってるのかな、醤油と。うん、これもこれで箸休めとしてめちゃくちゃやっぱ優秀。冷ややっこいいね。出てきた瞬間はさすがにね、この圧巻のビジュアルに困惑がしましたよ。あの、知らないお店と見たことないキャラがコラボした LINE スタンプが無料でゲットできますよって言われた時くらいの困惑ありましたけれども、うますぎてこれいけるね。いや、美味しい。そんでやっぱりね、後半になってきますとお野菜がさっきよりもちょっとしなっとしてくるんですよ。そのしなしな感もたまらないというか、後半でもない、あと朝10時から食べる量でもない。うん、ただね、さっきからね、他のお客様もオムライスとか鉄板のやつとかばかり注文してて、今日だけ偶然かもしれませんけども、モーニング結構スルーなんですよね。このお店の納豆セットとかもどんな感じなのか見てみたいよね、本当は。この辺のやつを食べていくことに、またね、どん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 ね、濃い醤油味みたいなものが前半よりもついてきますので、またどんどんちょっとつまむだけでご飯進みまくる味わいになってきますね。増えてなくて申し訳ないですけども、6枚7枚あったのかな、大盛りだから2倍くらいあったのかな。はい、でおかずとご飯のバランスもね、意外といけんのかなって思って食べてたんですけども、なんかやっぱりね、それでもご飯の方が残ってる気味かな。いや、すごいご飯量だやっぱり。
さあペースがしっかり合ってまいりました。最後はしっかりゴールできそうです。あ、裏側意外とこういう色でした。で、表面は濃く染みてる色でしたね。今頃になって気づけてよかった。はい、チーズ。YouTuber の。そうです。そうですよね。ありがとうございます。見てます。ありがとうございます。で、地元なんで、はい、見ててここ来ないのかなと思って。うわ、嬉しいです。どうも。よろしくお願いします。ありがとうございます。ごちそうさまでした。いやー、今回もしっかり仕込みもできたし、仕込みはしてないですけども、ずっと違う席の方が見てくださってた感じだったかと思われます。ありがたい、嬉しい、いいお店でした。というわけでタクトさんにて食べてまいりましたけれども、いや、そういうことなんですよ。圧巻なんですよ。あのおとなしそうな外観からの、店内の可愛らしい風景からの、あのお料理ってことなんです。ギャップ萌えなんです。やっぱりそこはノーマルボディに L20 型フルチューンみたいなことになっちゃってるんです。味のスカイラインでした。本当に美味しかったですし、インパクト抜群、満腹になれる素敵なメニューでございました。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、陽さんからのコメントで、ふるさと納税の返礼品ですか、ふるさと納税の返礼品ではない、どこの特産品でもない、これなんかこういう形の農作物ありそうですけれども、これも一点物のハイジ。八木隆博さんからのコメントで、どういう風に握ればいいですか、握んなくていいよ別に、握る必要ない、これ別に何かの道具じゃないから、バットと思ったのかな、ボールが飛んできた時にこれで打つ場合どこをどう持てばいいのかな、まあ、多分ここだろうけども、両手で握る感じじゃないの、じゃあ片手なのかなとか、そういうことじゃないですし、料理器具でもないよ、なんかすくう時にこれ使う、どこをどうやって持ってすくうのかな、じゃないの、移動させたいのかな、この頭をどっからからどっかに、でどこ持って移動させようかなって思ってるのかな、自分で移動する。そしてこちら、先日のビリビリラーメンを食べた時の動画のコメント欄のコメントなんですけれども、メガネ外すならこの後メガネ外します的なテロップ出してください、子供も一緒に見てるんで、そんなに卑猥かな、僕がメガネ外したところ、すごくね、ビリ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 、すごく辛さとしびれがすごくて、汗めっちゃかいてきてメガネ外しながら食べてましたよ。そんなに告知必要、そんなにトラウマになっちゃうくらい衝撃的な素顔でした。前もってお子様や心臓の弱い方は注意してみてください。心臓みたいな顔が出てきます。誰が心臓みたいな顔ですか。大月班長さんからのコメントで、頭の中で考えるだけならどんな悪いことを考えても罪になりませんので、おすすめです。おすすめですじゃないよ、皆さん僕のことを勘違いしてませんか。そんなにね、罪を犯したい願望ありません。だから普段本当はもう現実でめちゃくちゃ食い逃げしたいけど、それやったら怒られちゃうからな、捕まっちゃうからな、頭の中だけでも盛大に食って逃げるか、楽しい、やんないよそんなこと。